岡県にある沖ノ島が新たに世界遺産に登録されたことが話題になっていました。沖ノ島は別名神の島と呼ばれる島全体が神聖な場所とされてきた島で、現在でも女人禁制の伝統が受け継がれている場所です。そんな日本の男女不平等な島を早速英国 BBC が取り上げていて、多くのコメントが寄せられていました。世界遺産への登録勧告を受け、沖ノ島は観光スポットとしても注目が集まりそうだ。しかし島は全体が御神体で、上陸は原則不可。女人禁制の宗教的タブーもある。行くことのできない島の観光と保護の両立に向け、地元の関係者も知恵を絞っている。島を所有する宗像大社では、神宝館での出土品の展示のほか、さまざまな催しを通じ、宗像や沖ノ島への理解を深めてもらう考えだ。守るべきものと公開するものを、今まで以上に峻別することになると、宗像大社の足つ高行き宮司。こうした条件の中で、魅力を多くの人にどう伝えるか、試行錯誤が始まっている。海外の反応。なんか名前が鬼ヶ島みたい。不健性の秘密の拠点ですか？西洋のフェミニストがめっちゃ怒りそう。なんで禁止されてるのか、文化を説明してたらよかったのに。BBC のクソジャーナリズムは、今に始まったことじゃない。どうでもいいでしょ。この島はずっと男性専用だったんだから。男性アスリートに限定されてたオリンピック競技場みたいなもんだよ。女人禁制の場所は世界中にたくさんある。大切なのは過ちを学ぶことだよ。沖ノ島に女性が入れないのはそんなに問題になってるの？文句を言ってるのを一度も聞いたことがないけど。しかも記事では、なぜこの無人島が女人禁制なのかに触れてないのがダメだと思う。男ですら月に上陸できるわけじゃないのに、女性嫌いだと騒ぐ前に。この島の神様は女性だよ。近代の西洋における人権の価値観が古い伝統に関係ないのはわかるけど、決めるのは日本の女性でしょ。島に女性が入ると女神が嫉妬するとか、女性には危険すぎるとか言われてる。知り限り日本人女性はこの伝統を変えることに関心はないみたいだけど、これは宗教的な取り決めだよ。島が神聖だから。モスクの男性専用の部屋に女性が入れなくても文句を言う人はいないでしょ。古代の宗教的な場所では女性が入れない場所があるからね。リラックスできる素敵な場所のようだね。でも食事はどうするんだろう。世界遺産にしたいけど誰も入れたくないってどういうこと？男装したら入ってもいいの？上陸前に裸になって清めの儀式を行わないといけない。起こったことは決して口外してはいけない。裸になって儀式をするなら俺は行こうとは思わないよ。他にも素敵な場所はいっぱいあるのに、なんでそんなことをしたがるの？うお、沖ノ島で何が起こるのか分かってしまった。ゆっくりしていってね。ウィンクウィンク。俺は行ってみたい。宗教的に神聖な場所なんだよ。宗教を侮辱するつもりがないのなら、文句を言うべきじゃない。つもりです。イスラム教でやって、大勢を女性を虐げてる宗教の。日本の宗教は女性を虐げてないから。男子禁制の島はあるの？ギリシャのアトス山も女人禁制の世界遺産だよ。女性を排除することで禁欲中の僧侶が楽になるからだけど、誰かが入ったらどうなるの？島の女神になる。沖ノ島は島そのものが御神体とされており、現在でも一般の立ち入りは原則として禁じられ、神職が10日交代でたった一人で奉仕していると言われている。また1金層1石たりとも持ち出し禁止などの掟が今でも厳重に守られ、神聖な島として信仰されているが、世界遺産委員会の諮問機関イコモスの除外勧告が波紋を広げている。イコモスの勧告に対してはネット上には辞退した方がという声も上がっており、勧告を受けてネット
ト上では議論が巻き起こっているのも注目である。